新山記念の予想です。お願いします。はい。というわけでね、6日ぶりに、約6日ぶりにね、競馬の話がこのチャンネルでされます。はい。皆さんお待たせしました。はい。というわけでね、新山記念の予想をするんですけどもね、この時期の3歳戦は本当に苦手です。もうね、弥生賞あたりまでのね、やつマジでわかんね、本当に。全然わかんない。なんだけどね、わかんないなりにね、頑張って勉強してるんでね、温かい目でね、見守ってくださいな。はい。で、まぁ、今回の新山記念なんですけど、見えちゃいましたね。今回の新山記念、勝つのは、オーマイダーリンです。まぁ、第一にね、オーマイダーリン、まぁ、京都でいい走りをしてますね。まぁ、ディープインパクト、典型的なディープインパクト3区、それにね、京都か庭の竹豊ジョッキーが乗る。もう買いでしょう。ね。まあ、正直ね、この時期も情報量少ないから、こういうところで選ぶしかないな。ちょっと、なんか見方分かる人いたらなんか教えてください。うん。で、まあ、ローテーションも非常にいいのでね。まあ、狙い目かなと。うん。なんか、ルーツ通りに人気集まるっぽいんでね、まあ、オーマイダーリン狙い目かなっていうふうに思いました。はい。でね、まあ、他の馬の印も見ていくんですけども、こうです。対抗が、バルナ。で、単穴にルーツドール。で、白三角ちょっと入れるか迷った、タカノビューティーです。はい。説明しよう。バルナね、全然人気してないんだけども、前走のね、着順悪いのがね、ちょっといい意味でカモフラージュになってる。前走2000メートル長い。長すぎた。うん。で、今回ね、1600に戻るじゃないですか。やっぱ敵距離よ。1600ベストよ。うん。で、前走の2000メートル線乗せけばね、いいんでね、ちょっとバルナこれマジで押してっていいと思います。はい。で、次、タンガノのルーツドール。うん。まあね、フィエルマンが半径でね、まあ、ジャスターウェイ3区のね、スケールがでかいので、うん。まあ、走るために成長してるんでね、まあ、このまま面白いと思います。おそらく、ちょっと一番人気なんのかな。うん。で、ちょっと迷ったのが、タガマビューティーね。僕がね、朝日杯で本命にした馬なんですけども、4着でしたね。うん。で、今回人気すると思うんですけどね、これ怖いっすよ。これは怖いよ。なんか、ね、なんか、罠っぽいなっていうふうに思いました。タカノビューティー。まあ、前走ね、まあ、朝日杯よく見たらね、割と展開向いてるもんがあって、4着5着あたりも人気ですが突っ込んできてるので、やっぱ展開に見込まれたところもあるのかなっていうのもあって。で、もうちょっと雨が降ったら、まあ、もっといいんですけども、ちょっと、ね、まあ、ほんと切ろうかなって思ったんですけど、トス少ないんで、3着には来るかもしれなかったんで、白三角には言いました。なんかさ、あれ思い出すんだよな。ちょっとまあ事情は違うんだけど、リゲの手相を思い出すんだわ。マイルカップを本命にしてて、それで2着に来たんだけど、次のね、ユニコーンステークスでね、一番人気でね、ぶっ飛びましたからね。そういう匂いがする。なんか人気薄で激走した次はちょっと怖いぞっていう。はい。そんな感じです。はい。というわけで今からね、ボンレス高島大先生の予想をご覧ください。どうぞ。ちょっと手が変になった。どうぞ。はい、どうもこんにちは、ボンレス高島です。新山記念ですね。僕の本命は5番オーマイダーリン、竹豊ジョッキーにしました。まあ正直言ってですね、もうこの分かるわけないんですよ、こんなレースっていうのはですね。ということでですね、まあレース映像、まあ、全部見れる年頃ですから、まだ明け3歳なんでね、全部見て、まあビビッとね、来たこの馬を、まあ極端な競馬になるかなとは思うんですけど、10頭立てであればね、そんなにマイナスになることもないかなと。ただまあ人気で買う馬ではないなというような印象ですけど、まあね、新山記念はこの馬のね、もう頭でいいんじゃないかなと。いろいろ買っても分かんないですから、で勝負しようかなと思います。はい、以上です。はい、というわけでよかったら参考にしてください。次、武田くんのね、予想もね、見ましょう。どうぞ。どうもー、武田でーす。ということでね、今週は新山記念ですね。はい、新山記念、私の予想はこちらになります。サンクチュエール、高野ビューティー、オーマイダーリン、カバシェイロ、ルツドル、この5頭で勝負していきたいと思います。はい、私はですね、本命
オーマイダーリンですね。はい、ルーツドールがね圧倒的な人気なんですけども、まあ、ルーツドールは来るとしての、対抗の私のね、私の対抗、実質の対抗ですが、本命はオーマイダーリンです。はい、これからちょっとあの用事があるんでここら辺でお願いいたします。あと5分で電車なんで、はい、すいません、お疲れ様です。はい、なんかスーツ着てましたね。うん、何するんでしょうかね。はい、で解明ですね。解明こうです。オーマイダーリンの単勝です。あと3連複ボックス、オーマイダーリン、バルナ、ルーツドール、タガノ、ビューティーと、こんな感じですね。オーマイダーリンの単勝美味しいです。ルーツドールにね集中してるんで単勝を買っていきましょう。全然勝機あります。であと3連複ボックスと、こんな感じで僕は押していこうかなと思います。はい、というわけでね、皆さん3連休ですよね。3連休だからってね、調子乗んなって、調子乗んなね、調子乗ったらな、うん、はい、頑張りましょうね。じゃあ明日はね、フェアリーステークスの予想をね、あげるんでね、よかったら見てください。バイバイ。